文学部の東洋日本美術史っていう専攻に進むことにはなってたんだけども、2年生まではほとんどそれに関する勉強とかはしてなくて、でそしたらその当時は3年生になって初めて専門の研究室っていうのに行くんですけど、その研究室に上がったらその年の夏休みの連続講義っていう、まあ、1週間よそからの先生が来て講義してくれるんですが、それが中国絵画 の先生だったんです。で東京大学でもう名誉教授ですけど、小川博道先生っていう中国絵画の先生が来て、でもうひたすら暑い中締め切って、その頃はまだスライドなんで、スライドをもう5日間かな、ずっと延々と海外とかで撮られたスライドを見るっていう授業で、はい、でみんなはもう疲れ切ってましたけど、私はなんかそこ見てて、山水画なんかを見てて、もともと好きだったんだけど、あ、中国の山水画ってやっぱり本場ですごいなと思って、でそれでそこからですね、中国絵画勉強してみたいと思ったのは、美術史って作品があってやってるところありますので、その作品がその、まあ、誰がどういう思いでとか、どういう理由で、あるいはどういう時代背景でその作られたのかなっていう、それを大事に探っていきたいなというふうにいつも思ってるんですね。で当然その自分が好きだなって思うようなことがまず興味湧くし、あとはいいなって思うからやるっていうところはあるんですけど、でも全部がそういうわけでもないですし、あとどんな作品でも 100% 全部いいっていうものはなかなか少なくて、どっかちょっとまあ失敗してるのかなとか、あるいはこう自分の中ではもうちょっとこうだったらいいのになって思うようなところもあるんですけど、でもまあなるべくそのいい、なんていうかな、作品のいい点がどういう理由でこうその作品の中に現れていて現在まで伝わってるのかなっていう、そこを調べてみたいなと思ってます。だから自分の思いだけじゃなくて、作品を作った人とかその作品が作られてきた時代背景とかっていうのをやっぱり大事にしたいなっていうふうに思ってます。まず最初にその小川先生との、授業を受けてですね、でこの作品を見て中国絵画やろうと思った作品がこれです。今から1000年ぐらい前の韓寒という画家が描いた作品です。今では西安、昔では長安の近くに住んでた人で、黄河の中流域にこういういっぱい高度が堆積してて、こう河岸段丘ができている、その崖をですね象徴的に描いた人なんですね。でこの図版だとわからないけど、これ2メーターぐらいの大きな絵で、この中に人物なんかも細かく描き込まれてて、でこれはぜひ論文にしたいなと思いながら、未だにできてないです。もうちょっと頑張ればできそうな気もするんですけど、まだできてないです。でこれが一番最初にやりたいなと思った作品で、でも卒論書かなきゃいけませんので、卒業論文にはほぼ同じ時代のこっちの作品を取り上げました。これは三重県の四日市の鳥海堂美術館というところに今はあるんですけれども、戦前のコレクターだった山本定次郎っていう、まあ政治家でもあった人が集めた名作の一つ でこれも真筆ではなくて模写だというふうに考えられるんですけど、1000年ぐらい前に活躍した李成っていう人の、作品にの画風を伝えている作品なんですね。でこれがちょうど私が卒業論文を書く年にこの美術館が開館して、で長らく公開されることのなかったこの有名な絵が出品されるっていうので、その鳥海堂美術館に出かけて行って、1週間ぐらい頑張って見てました。見れば何か分かるって、思いながらこう見てたんですけど、これ卒業論文でやりました。でここの助教授をされてた祖父川博先生って、今はもう京都大学退官されて京大の名誉教授の先生ですけど、
その先生もやっぱり小川先生と並んで中国絵画の研究をされている、まあ、大先生でですね、で初めて東海道美術館でそこでご挨拶させていただいて、私の前の職場の黒川古文化研究所では祖父川先生が所長をされてましたので、まあそういうすごく何て言うか運命的な出会いをしたのもこの作品の前だったんです。で卒業論文は当然もう何て言うかな、こう学術発表できるような、レベルのものにはならなかったんですけど、その時に見つかったアイディアは十何年かかりましたけど、結果的には論文にできて、まあ、そういう意味では本当に長い時間かかってますけど、なんていうかな、忘れられないというか、とても自分の研究の中では大事な作品になってます。あとこの作品はですね、やっぱり同じく宋より、まあ、ちょっとだけ前の五代っていう時代の画家で桃源という人が、長江の流域の方にいてですね、でその人の作風を、まあ、模写だけれども現在一番よく残しているだろうと言われている作品なんですね。でこの作品は私が3年前まで勤務してた、黒川古文化研究所っていうところの、所蔵品でですね、でこれも自分のところの課の所蔵品なので、詳しく調べてみたんですね。でそしたらこれすごく江南の水郷風景の、夕方の景色を描いてるんですけど、よく細かく見ていくと実はそこに白い絵の具をこう点々で巻いて雪が降ってるっていうことも分かって、でそれも勤務先の企業に論文発表したこともあって、まあ、そういうことを含めてこの3つがやっぱり今まで研究してきた中では、まあ、自分の中で、まあ、どれも大事だし、まあ、これからも深く関わっていく作品なのかなって思ってます。まあ一つ挙げると言ったら、まだねやっぱり論文にしてない作品があるので、それは今後頑張らないといけないかなっていう意味では、それが一番第一の作品ですかね。はい。専門はさっき言ったように宋代の絵画だったり、あるいはその日本と中国の絵画の関係だったりっていうことでやっていきたいと思っていますが、あとは本当にこの大学はいろんな専門の実際に制作もされてる先生とか学生の皆さんもいらっしゃいますんで、そういう人たちとのその関わり合いというか付き合いというかの中で、自分の専門だけっていうんではなくて、そこにまあどういうふうにこうお互いにですね、まあ、関係があるのかなとか、2つをこう合わせてみたら実は今まで気づかなかったこととか、思わぬなんか魅力みたいなものが出てくるかもしれないなっていう気もして、なので自分の専門にこう閉じこもるとかじゃなくて、なるべくいろんな関わりの中で自分も研究とか仕事してみたいなって思ってます。で2年前までその黒川古文化研究所という私立の、研究所っていう名前ですけど、実際にその古美術を所蔵してて展覧会もしてるっていう学芸員的な仕事ですね。研究員やってました。で、就職したきっかけはやっぱりそこで中国絵画をされてた前任の方が退職されて、で後をその受け継ぐ人を募集してるっていうので、それもそのさっきお話しした東大の小川先生が紹介してくれたんですね。でまあ、そこで紹介されて就職はできたんですけど、そこからじゃあ学芸員としてどんな仕事をしていくのかとか、そのどんな研究をしていくのかっていうのは必ずしも当然与えてくれるわけでもないし、自分でじゃあ一人で切り開けるかって言ったら必ずしもそういうことでもなくて、その時に一つはさっき言ったその京都大学の祖父川先生の研究会っていうので、
あの海外以外の中国の歴史とか文化とか、あるいはあの漢文の読み方とか教えていただきましたし、やっぱりそのネットワークですよね。まずそこで中国海外の仕事のポストがあるっていうことも当然大事だし、それをまた受け入れてくれて、あのまあ本当にね、その東北からよそから来たけれども関西でいろいろ教えてくれる先生方とかがいたので、まあ、研究できたっていうことですね。で、まあ、あとはあのそこでその時に所長だった中野徹先生っていう中国の工芸の先生がいるんですけど、そこで作品を見るその見方みたいなことをレクチャーしてくださって、何が大事かというと、どんなジャンルでも作品ってものなので、ものを見るのは一緒だよっていうことを教えてくれたんですね。だから作風とか、あのだここに落下があるからハンコがこれだからっていうんじゃなくて、いやそもそも物質なんだから、まず目に見えるその物質的な情報を見てですね、読み取って、でそこからものを考える。でそれは工芸のどんな材料でも、あの書画でも一緒だよっていうことを教えてくれて、そこでまたやっぱり作品見るのも楽しいし、そこからいろいろ考えてみようっていうあのことがあって、それでまた研究が一つこう進んだなっていうこともあったので、やっぱりそういう場所とか人との出会いって大事だと思います。